よろしくお願いします。群馬県立少年センターの山田と申します。えー、今日はあのこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。<laughs> えっとあの私たちがですね作成したガイドラインはですねあの特徴といたしましてはえー、っと今まで え3つご発表のあった3つとは違ってですねいくつか違う点があります。のそ,のいいいそれからえ今まであの比較的メインとなる学会が存在してまあそこがサポートしているというところがあったかと思うんですけれども我々のものはですね比較的そういったサポートがないような状況であのやっているといったような特徴があります。 使用合はございません。まずですね。あの病名自体がですね。ほとんどの方が多分お聞きになられたことがないと思います。小児科の中でもですね。この病名についてですね。まだ違和感を感じてたり、とか聞いたことのない人がたくさんおられます。で、今日今日お示し,した病名と今違う病名がここに出てると思うんですけど、この病名も比較的小児科の中でよく使われている病名なんですけども。 まずちょっと最初のいくつかのスライドで病気自体を簡単に紹介したいと思うんですけどもまああのこういった病名が使われているんですけどもこれ日本だけの病名で国際病名と必ずしも一致していませんそれで国際病名が何かと言いますとこういった NO-IG-Mediated Gastrointestinal Food Allergy という国際病名がこれは確立した国際病名がありますでただこれとですねこの日本の概念とか必ずしも一致してなかったので え今回ガイドライン作成にあたってはですね、えそれを間を補完する意味でですね新しい病名をえ作成してその上でえ議論を始めるという作業から始めました。でここのこれを作るところにですねえっと一回の会議の時間を費やしております。どうしてかと言いますと、いろんな分野のえっと主にアレルギーと消化器の両方の分野の医師が集まって作ってるんですけども。 ここの「小」というここに一文字がありますけれどもこの「小」という一文字に最後になるところに関してもですねかなりの議論がありました。必必ずずししももアレルギーではない必ずしも炎症が見られないというようなことも議論になりましたので今回は暫定的に「小」というふうな形で最終的に作っております。ということですのであのまあこの辺からももうお分かりのようにですねかなり最初の段階から病名を語る段階からですね えっと標準化ができていないようなところのガイドライン作りに取り組んだということになります。で簡単にまあどういう病気かっていうのを紹介したいんですけれども。え、大体新生児期に多いんですけれども、えっと赤ちゃんが生まれて、赤ちゃんが早い時期にですね。嘔吐か血便を起こしてくるような病気でして。まあミルクを与えて、え、まあ三時間とかぐらいで、こう。 けぽけぽと入ってきてですね、その後まえっと下痢をしたり血便が出てきたりとかってそういう疾患になります。ほとんどの原因はミルクなんですけれども、通常の食物アレルギーのようにその I G E がえっとディテクトできるようなものではないものが多くってノン I G チ、e、ャイプと言われています。で治療はですね、そのミルクの抗原を除去することが治療になって、まあ比較的かえっと体勢を獲得できますので予後がいい疾患になります。ですのでこういった疾患をまガイドラインを作るということになったわけです。 でここにお示ししているのが,です、ね、実,が実はこれがあの国際的によくあの知られている、えー、病名ということになります。この病名はです、ね、実は1970年代からすでに言われている病名でしてここにちょっと漫画を2つ示してますけども、まあ、これ1970年代にはすでに言われていた病名で、まあえー、と日本でも消化器の先生小児消化器ですね小児消化器かそれから小児外科。 の先生方それから、えー、と海外の、えー、この分野の先生方にとっては、まあ、この分野この病気としてですね今までずっと扱われてきたわけで、まあ、今更別の病名でいろんなことを言われなくてもあまり困ってないというような話が、えーとえー、最初の段階ではありましたところがですね、えー、と2000年あたりから日本でこの疾患が増えてきまして、えー、このとこの ここに示しているのが、えっと、日本から出た一番、まあ、あの数の多い報告なんですけれども、まあ、この報告の中で、えっと、血便と音でクラスター分類をしているんですけれどもこの報告が出たときにこの報告が必ずしも欧米のタイプで説明がつかない欧米のこの3つのタイプでは説明がつかない患者さんが多いということが分かってきました。 ですのでアレルギーのグループとしてはアレルギーの人たちとしてはいやこれはあの欧米で言われているこれとは違うところがあまりにも多いので違うような違う扱いでやっぱりやっていった方がいいんじゃないかということで冒頭に示したようなお示ししたような別の病名でえと学会としてですねガイドラインで病名がえっと言われてたわけですただですねあの今ちょっとお話ししましたようにまああの詳細はあの今日分野のか違う方ばっかりですのでえっと あまり詳しくは述べませんけれどももともと言われてた病名と必ずしも一致しないところがかなり出てきてたわけです。で、えー、とただ、まあ、そういった議論が進みまして今となってはですね海外でも新しい、えー、と分類というのが少し付け加えられてガイドラインでも語られるようになってきたわけですけれども初期の段階ではこういったことがですねあの非常に混沌とした状態でした。で、えー、とこれが最初の,あの状態です。 まあ小児外科の先生血便だけだったらこれはまあ元気だったら様子見てたら家庭治るんですよということでどうしてそれが何かしないといけないんですかという議論もありましたそれからさっき言ってたようにですね小児の消化器とか海外の先生方はいやこれはもう確立しててやり方も決まってるんだから特に何もする必要はありませんよと今まで通りやってればいいんですよということだったんですけれどもやはりアレルギーのグループからするといやこれは今まで通りだと非常に重篤な方も出てくるので大変だと。 いうことでで非常に議論が、えっと、あったわけですそれで若い先生方はどう思っているかといいますとなんとなくその最近の話だけをとってですねあとこんな感じなのかなという形で診療をやっている部分が多かったわけですね。ですので、まあ、これはなんとか標準化するためにガイドラインを作らないといけないということで今回の作成作業が始まったわけです。 でえー、っと今回のガイドラインがこれなんですけどもそのガイドラインの前に小児アレルギー学会が中心となって、えっと、このガイドラインを作成しています食物アレルギーガイドラインのこの1つ前のところからこの病気が入ってるんですけどもその時には先ほどお示しした新生児妊娠消化管アレルギーという病名で書かれてたんですけども、まあ、今回もその病名は使ってるんですけども今回はもうこのガイドラインができることが分かってましたので、えー、っとこのガイドラインのとそごがないようにある程度 作作ろううとといいことでこでちらも作っていますそれから海外からはこういった形でこの中の一部分に関してはですね海外のガイドラインも2017年に出ていますですので、まあ、どうやって海外のものと差別化するかそれから日本として何が日本のガイドラインに必要かということも議論の中にあったわけですで、まあ、他のガイドラインと同じようにですね CQ をいくつか立てたわけですけれども まあ、診断に関する CQ それから、えー、治療そしてその後の予防ですね、まあ、あの他の疾患と同じようにこういった形で CQ を立てたわけですで、えー、とこれもまあ,あの先ほど来、えー、他のガイドラインでも出していらっしゃいますけれども CQ に合わせてっ、えー、とピコを組み立てたわけです。そそれでそのピコごとに合わせまして これちょっと中身はもう見えないかと思うんですけども各そのピコの一つ一つ,つの項目をこういった形で一行一行に書いてまあ小 CQ とかピコとかっていう形でまずこの中で採用するかしないかっていうことを議論したわけですけどもこれ43項目あるんですけどもこの中で作成委員会で採用になったのが15項目ということでちょっともうあの最後の推奨もここに載っちゃってますけれどもこの項目を えー、S.R. をして評価をしようということになったわけです。で、えー、推奨の強さは先ほど、えー、最初あの午前中の話でもありましたけれども、まあ四つの推奨を考えまして、それからまあエビデンスの強さということで A.B.C.D で評価をしています。 でえー、問題になったところなんですけども先ほどお話ししましたように海外でもこの疾患はよく知られてるんですけども日本と状況が少し違うということで日本のエビデンスをしっかりと入れていかないといけないと。 とということで、えっと、海外では40年の歴史があるわけですけども日本特有のものっていうのは10年ぐらいの歴史しかないわけですから、まあ、そのところをなんとか日本の状況を組み上げていかないといけないということでそのまま海外の高いエビデンスレベルのあるものを使っていけば日本の現状が十分に反映できないということでエビデンスレベルのあまり高くない強くないものに関しても組み上げていこうということで、えっと、作成を始めたわけです。 でえー、具体的にどういったことをしたかということなんですけれども、まあ、実はあの突然ですね、新しい方法を思いついてやったわけではありません、このヒルス・スプルングル類エ疾患で、とこれの作成にはあの私も参加してたんですけれども、この疾患の時きにさ初めてこのやり方が導入されまして、えー、私も参加してましたので、この方法を使用しております。でどういったものかといいますと、こういう表をですね、あの お配りいたしましまてそこにですねここに CQ が書いてるんですけどもでこの左半分のところがちょっと細かくて見えにくいですけどもここの左半分のところが書士情報です。いつ何年にどういう人がどんなタイトルの論文を出したかっていうタイトルになりますしあとで説明しますけどこの右半分のところにそれぞれの論文から情報を取り出していっています。 で例えばこれ症例報告とかもこういうことやってるんですけども、まあ、あのこれは一つの概念なんですけども、えー、とたとえ1例でもこういった形で、えー、とピコに合ったものですねそれぞれのピコに合った内容と同じ記載があればその1例の中からでも1行として取り出してきて集めようという手法を取っています。ですのであのたった一例の報告の中の何かのはなと記載なんですけども同じような記載がまあ 1020見つかればですねそれは何かの意味をなすんじゃないかと単にエキスパートがこう言ってるっていうだけじゃなくて少しそれよりも何か少しのエビデンスプラスアルファになるんじゃないかという考えでやっております。でこれちょっとあの例にですねあの参考までにちょっとあの他の人の論文を持ってくると問題がありますので私自身の論文を持ってきたんですけども、まあ、ここに5例のこの疾患の本疾患の方がおられるんですけども。 この5例の、えー、と症例集積といいますか症例報告に関して、まあ、どういうふうに例えばやったかという具体例をお示ししたいと思います。でこの中からですね各その小さい、えー、と一つ一つに分けたピコの、えー、内容に合致する内容記載を全て取ってきています。なので、えー、とこの5例の中で、えー、と例えば ALST という検査をしている、えー のがあれば検査をしてその結果がどうだったか、えっ、ー、とまた別のそのえっと負荷試験をやっていれば負荷試験をやったのが何例で何例中どういう結果だったかということとそれの結論をここに書いています。ということでそれぞれのピコにちょっとでも一致すると一致する内容を全部ここに拾い上げて表に作っています。で、えー、こんな形になります。こうえっ、ー、と患者さんそれからえっ、ー、とインターベンションがあってでアウトカムを書いて。 そのアウトカムについての説明とそれからどの CQ どの小 CQ に値するかっていうのはここに書いて採用するかどうかそれからコメントをつけていただくとこの作業をですね SR チームの方々にざっとやっていただいております。 でその上でですねどういうことをしましたかといいますと同じ、えー、CQ の番号がついてる1行1行を1つの、えー、っとシートの中にざーっと集めてきてまあそれがですねだから、えーっとまあ、50行とかできてくるわけですけどもそれを、えー、見てですね同じ CQ の中の50行を見て、えー、まとめていく作業次の段階でしていただいています。 ええっと、そのときのまとめるときにどうしているかといいますと、本当はあの同じようなところで集めてるんですけど、微妙にです、ね、その患者さんの構成が違ったりするので、それを P1、P2 とかっていう形で分けていただいています。 でそれから、えっと、その検査だとかなんとかっていうそのインターベーションに関してもです、ね、微妙に違った場合には、えっと、1、2という形で分けていただいてましてそれでこういったものをずらっといくつか作っていただきましてで最終的にそれを全部まとめて例えばよく似た内容は、えっと、ちょっと違うけれどもこんな内容とこんな内容があって全体としてはこういうことが言えますよみたいなまとめを、えっと、SR チームに作っていただいています。 でえっと、もうちょっと別の苦労がありまして、えっと、いろんな病名でこの疾患が言われています。ということでそのすべての関連している病名、病態を挙げましてそれ,のそれに関する、えっと、論文をすべて検索していっています。これはあの、えっと、いろんなインターベンションとかで合わせていません。この疾患の名前が入っているこの病態の入っている論文をすべて、えっと、検索していただいています。 でこ,れでえー、とこれぐらい出てきてで日本のエビデンスが大事ですので、えー、と一流子をしっかりと入れています。で一流子も入れて、えー、とコクランとパブメドを入れていますしやっていって最終的にですねスクリーニングを経て196文献が残りました。でその196文献について先ほどの手法でやっていただきまして一つの、えー、とシートにまとめてもらってそのシートの中の同じっと同じ CQ に当てはまるもの同士をまとめて最終的な推奨分を作るという作業をしていただいています。で、えーっとまあ、ちょっと具体的な疾患の内容についてはあの今日はあまり詳細は述べませんけれども、えー、一つ一つの CQ について少しだけ説明したいと思います。これ CQ の,の診断とか検査に対する CQ なんですけれども。えーっとまあ あのどうしてもやっぱりエビデンスレベルはあまり高いものがありませんのでえと C とか D とかになってくるわけですけれどもまあこういった形でありましてただですねあの最終的にえっと作成委員会で推奨を考えた時には比較的やはりあ,のあまり出てきた内容がですね私たちが考えているものとは大きく違いはありませんでしてあの推奨に関しては比較的皆さんの一致率というのは高い一致率でえっとこの検査に関しては推奨できています。 でまあ、検査の続きなんですけど、まあ、これはあのここあの我々としては非常に大事な部分でしてあの消化器の先生方は消化器の検査を取って生検するなんていうことが得意ですけどもアレルギーの分野はできませんので、まあ、そういったことで、えー、とこの辺のところがどこまで扱うのかというところであのこのところである程度の推奨,を出す推奨度を出すことで両方の分野の、えー、と意見を集約したというところをまあ示した次第です。 それから、えー、とここですね、B というのが出てきていると思うんですけども、先ほどあの最初にお話ししましたように、海外でのガイドラインもありますので、えー、と海外のエビデンスをしっかりと持ってくれば、それなりにエビデンスレベルの高いものはあります。ですので、海外のものと内容がある程度、一致して考えられるものに関しては、他のガイドラインと同様にエビデンスの高いものを採用して、えー、と推奨を 推奨も強いですしエビデンスできま,したで、えー、まああとはですねあまり行わないような治療についても評価できないかということで少しステロイドの扱いだとかあるいはロイコトレン状態拮抗薬の扱いなんかも、えー、と議論したわけですけども逆にまあ,あのこういった形でやりましたのでえー その中で薬剤の説明だとかがいくつか出てきますのでえっと逆にあのピコで検索をするよりもこういったのまで実際の論文から開いてきてますので観察研究なんかで先ほどもちょっと話が出てましたけど日本で特に使ってる薬剤で観察研究がほとんどだみたいな場合でもこの中では逆に開いてますのでそういうことではえっとこういったものが議論しやすいという部分もありましたし まあ今回、あのちょっと今日説明してないんですけれども、抗酸球性消化管疾患という疾患のガイドライン作成と同時にやってますので、まあ、そちらで出てきた、えー、とエビデンスに対しても、えー、適用できるようなものを少し盛り込むようなこともできました。で用語に関しても同じような形で議論して、えー、と作成することができました。でえー、まとめなんですけれども、まあ、えっ、ー、と、 あまりですね今回日本の特徴ですね日本でやってるこの疾患の特徴をしっかりと入れたいということでどうしても日本語だとかそれからあまり研究ができてない部分日本では研究ができてない部分を入れないといけなかったわけですので少しエビデンスレベルの強くない文献を用いると。 ととといいうことが今回ののガイイドライン作成の特徴だったかと思いますですけれども最終的にはまあそれなりにですね、えー、とエキスパートオピニーより要因よりかは一つ、えー、と客観性のあるガイドラインが作成できたのではないかというふうに考えております。それから一、えー、つの課題としてちょっと書かなかったんですけれども、えー、と厚生労働省の研究費ベースでこのガイドラインを作成していますので実はガイドラインの大まかな部分手上げとかが全部終わった時点で ある程度の全体で像はできてたんですけれども今あのもう一つのガイドラインもまだちょっと難航してる部分があるんですけれどもやはりその研究費ベースでやってるものに関してはあの研究費の 期限がありますので、学会ベースでやってるものよりもその辺がやっぱり研究費の期限が切れてしまうと人の集まりとかですね、そういったものを開くこともできないですし、その後時間をきちんと管理してやっていくっていうのが非常にやっぱり苦労してまあ今も苦労してますし苦労する点だったかなというふうに思っております。ただまこういった方法もえっ、ー、と一つのえっとやり方としてはいいのではないかなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。